はい、こんにちは。今日は2018年9月25日火曜日です。今ね、夕方の、ラッシュの時間帯、車運転をしております。あの日本損害保険協会の調べでは、過去1年間、交通事故の件数が、まあ、20件と、まあ、一番多かったね、この宮崎市内の交差点を、まあ、日本一危険な交差点ということで、まあ、NHK などのニュースで紹介されておりました。今日はね、その日本一危険な交差点、えひら五差路をご紹介したいと思います。今の国道15線を北上、北に向かって走っておりますが、今、立花通り5丁目近辺です、もうすぐでえひら五差路見えてきます。あの五差路なんで、もちろん、5つ道路がね交差しているんですけれど、今走っている、直進の車線では特に大きな問題はないので、まだこの、直進の、車線を走ってみたいと思います。はい、今信号が変わりました。なんかね、ニュースなんかで日本一危険な交差点って紹介されると、なんか運転する側もちょっと緊張するんですけれど、まあ、僕らはね日頃ここ通るんですけれど、まあ、そんなに危険って言ったことは、別に感じないんですけどね。ちょっと、はい、車動きました。はい、行きます。まずは直進車線ですね。ここは特に問題はないと思います。まあ、直進と、左折の信号がついてますんでね。はい、ここ、えひら五差路です。はい、まずは直進コース。ここでは、特に問題ないということで、今度は南に下って、走ってみたいと思います。はい、今度はね、南に向かって走っております。もうすぐ午後の6時、まあね、どん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 暗くなっていくのと、まあ、帰宅ラッシュで車の数が増えていくというのと、このね南向きに走ると今度はね、左に曲がるっていうのと、ちょっと斜め左に曲がるっていう車線があります。直進する場合には、まあ、この車線で問題ないんですが、ちょっと先進むとね、車線を間違えた車が、無理やり、右のこの車線に入っていこうとしたり、ちょっとしたねトラブルが見受けられます。はい、もうすぐえひら五差路です。直進まっすぐ行く場合には、この車線で構わないんですけど、左に入ってる車がね、間違えて入り込んだっていうこともあります。で、左側の車線が、左折、そして駅の方向に向かって、ちょっと、斜め左に向かう、この車ね、こういった車とかあるんですよね。直進しないんだけど、急に車線を変更する車、はい、こんな感じですね。まあ、直進する側には、特に、大きな問題はございません。はい、今度はね、また北向きに進んで、左に曲がる、方向に行ってみたいと思います。はい、また、北向きに走ってます。今度はね左折したいと思いますが、今ね、バスレーン、バス専用レーンの時間帯なんですけれど、まあしょうがないんでね、バス専用レーンに入って、左に曲がる準備を早めにしときます。はい、この先がえひら五差路です。まあね、左折に関しては、特に、心配な点、危険な点は、ないかと思います。はい、えひら五差路です。まあ、あそこの、上にある、信号機、今赤なんですけど、まあ、その下に、3つの青の信号がついてますんでね、それをうっかり見落としたり、隣のレーンが、
車が動いてるんで、こちら側も釣られて動くっていうこともあるんですね。そこ気をつけないといけないかと思います。はい、左に曲がります。はい、特に問題はないですね。自転車、歩行者に、気をつけて曲がります。はい、今度はね、今これ西向きに行ってますんで、逆方向、西から東の方に、走ってみたいと思います。はい、今度は、西から東方面に行きたいと思いますが、東方面はね、3つに分かれます。さっき言った、南向きに走る方向と駅に向かう方向と、もう一方なんですね。今度は駅に向かう方向に行きたいと思うんで、車線をちょっと右に変更しないといけません。ここちょっとややこしいんですよね。行き先によってちょっと車線変更が生じますんで、ちょっと面倒くさい、分かりにくいかもしれません。はい、このままね、駅の方に向かいたいと思います。ちょっと夕方、だいぶね、日が落ちてきて、まあ、車の量も増えてね、ちょっと暗くなってくるんで、ちょっと見えにくい状況ではありますんで、安全運転で行きます。まあ、バスが行きましたね。あ、信号変わりましたんで、しばらく待ちます。はい、信号変わりました。駅の方面に向かいたいと思います。はい、このようにね、カラー舗装やってますね。行く先に応じて、これ緑とこれ赤、えんじですかね、の色分けされてますけど、まあ、それでもね、まあ、去年1年間、交通事故20件発生しているということなんですよね。まあ、目視、目でね、安全を確認するということ、まあ、信号機をね、よく見て判断するということが大事ですね。はい、駅方面に向かいます。はい、横断歩道気をつけましょう。はい、無事に、交差点を通過することができました。やはり日本一危険な交差点と言われると、まあ、緊張しますね。はい、でこれ駅に向かって、また今度は、北の方に、走ってみたいと思います。はい、駅に着きました。はい、今度はね、駅方面から江平五砂路、北向きに走ってみたいと思います。もうだいぶね、暗くなってきたんで、スモールライト、点灯してます。もうそろそろ普通のライトに切り替えた方がいいですね。はい、ライト点灯して、右折右に曲がって江平五砂路の方に向かいたいと思います。はい、だいぶ暗くなってきました。今駅から、北の方向に向かっています。江平五砂路に向かうんですけど、またね、ちょっと車線がちょっと、面倒くさいので、ちょっとお話をしたいと思います。はい、駅からね、今度は北向きに、走ってます。手前の方の車線変更がちょっと面倒くさいんですよね。左折するときには、左側の車線に入ればいいんですけど、ちょっと、左斜めに行く場合と、右折する際の、車線、右側に入っていないと車線変更できないと、もっと面倒くさいんですよね。もう少し行くとそれが分かるかと思います。ちょっと安全運転で行きますね。
ちょっと暗くなってきましたんで、この時間帯が一番事故多いんですよね。はい、この付近からですね、車線を変更しないといけないんですけど、立花通り方面に向かう場合には、左側の車線でいいです。そして、西側に進む場合もこの左側の車線に入るんですが、あと右折もね、2段階の右折があるんですよね。それめんどくさいんですね、ここは。ここまっすぐ行けないんで、左か、斜め左か、右も2つ車線があるんですよね。右っていうのが、だから延岡方面とか一つ葉方面と変えてますでしょ。でこっちと曲がりましょうって、こっち側を曲がらないといけないですね。はい、でこの青いグリーンの、塗装があるところをぐるっと、通っていって、北向きに行くという形になりますね。ですので早めの車線変更をしとかないといけないというところが、ポイントかなと思います。はい、今度はね、南向きから行って、左に曲がる、車線に入って曲がるということをやってみたいと思います。この左に曲がるってところがね、めんどくさいんですよね、車線変更が。やってみたいと思います。はい、もうね、午後6時40分を過ぎました。もうすっかりね、辺りは暗くなりました。この時間帯が一番危ないんですよね。今国道15線を南に進んでます。もうすぐ江平五差路です。今度はね、先ほど駅に曲がったんで、その手前をね、左に曲がりたいと思います。はい、左に曲がるので車線を左に変更したいと思います。はい、もうこのね、車線を、キープします。はい、でずっとこのままね、まっすぐ進んでいくんですけど、ちょっとね、左に曲がる車線も、分かりにくいんですね。駅の方面に行く車と、まあ、手前の左に曲がる車っていうのが、まあ、混在してますんで、もうほんとゆっくり行かないと、後ろからドンと、ぶつけられることもありますんで、ちょっと気をつけましょう。はい、もうね、何もしません。このまままっすぐ、様子を見ましょうか。はい、もうすぐね、江平五差路です。左の方に曲がるんですけど、左折する車線が、2つもうすぐ見えてきます。もちろん右側はね、直進する車線なんですけれど、ここで、事故起きやすいのが、直進する車が、信号に従って動き始めたっていうのを見てね、左側の車線の車も動き出すということによって、前の車にボンとぶつけるっていうね、事故が起きているようです。特にこの車線が、気をつけないといけないのかなということなんですね。駅に向かう場合にはこの右側の、車線、この車線もいいんですけど、手前で左に曲がりますよということなんで、ここゆっくり行くんですけどね、後ろからぶつけられるという可能性もあるんで、ここは注意が必要です。はい、もうね、辺りはもうすっかり暗くなったんですけど、今度はね、駅の方から、江平五差路、西方面に、走ってみたいと思います。この場合もね、車線を間違えると、大変なことになるんですけれど、まあ、面白いことに、一つの車線で、右と左に行けるという、ちょっと特殊な、車線なんですけれど、まあ、ちょっとね、行ってみたいと思います。はい、信号変わりました。もう少し先ですね。はい、
もうこの付近からね、車線を考えて走っていかないと、まあ今は車が少ないんですけど、まあ時間帯によっては交通量が多い時にはね、もう早め早めに、まあ車線を切り替えて走った方が良いかと思います。はい、今先の赤信号、あそこが平五砂路ですね。はい、ここで車線はこのまんまでいいと思います。そして西側の方に走っていきます。これ左に曲がっちゃうと立花通りに行くんですが、ここですね。あの二つに分かれてますよね。右と左にちょっと分かれた面白い車線になっていて、これ右北方向にも行けるで左西方向にも行けるという車線なんですね。はい、ウインカーつけて西方面に行きたいと思います。なんか面白いですよね。あとウインカーつけないとあなた右左どっちに行くのということなんですが、もう早めにねウインカーをつけておいた方がまあ良いかと思います。ちょっと今信号変わりましたんで、しばらく様子を見ましょう。まあ、正面の信号機見ると面白い表示になりますんで、はあ、前の車は右に行くんですね。はい、私は左に行きます。カラー舗装されてますんで、このカラー舗装沿いに走っていきますという風な形で、非常にね分かりにくい、初めてね、ここを通る方は分かりにくいかなと思います。はい、ということで、今、秋の、交通安全運動が行われております。日本損害保険協会の調べで、この、江平五砂路がね、日本一危険な交差点ということになってます。まあ年間、20件の、交通事故発生しているということなんでね、くれぐれも安全運転で、まあ、信号機をね、確認して早め早めの車線変更で、まあ、事故をね防ぎたいと思います。皆さんもね、お気をつけて、くれぐれも安全運転でお願いします。それでは、今回はこの辺で失礼します。